マウントジーンズスキーリゾートナスは、栃木県那須町にある、東急不動産系のスキー場。マウントジーンズスキーリゾートナスハンターマウンテン、塩原と共に、都心部からのアクセス性に優れているために人気が高い。名前を省略して、ジーパン山と呼ばれることがある。ナスだけの東側斜面に位置するゲレンでは、眼下にナス高原を見下ろし、向かいに茨城県の最高峰である。 闇さんを望むので眺望には優れている。その反面、日当たりが良いので雪が溶けやすい。また、アクセスの良さから休日はかなりの混雑になる。中腹にある系列のナス動物王国は、冬季は仮眠所となり、また温泉も備えるために利用客に好評である。冬季以外にも、周辺の御用筒子群聖地やゲレンデに植えられた水仙が見ろを迎える春季。 ナスだけが紅葉する周期にはゴンドラの営業を行っている。また、ゴンドラの山頂駅からは三棒にありがたけへと続く登山道がある。マウントジーンズスキー場から栃木県道、福島県道290号ナス甲支線をナス湯本温泉街方向に1キロメートルほど南西に進んだ場所には2011年5月22日に開園した。 ナス平成の森のナス平成の森フィールドセンターがある。コース数は10。リフトは6機。ナスインターチェンジより国道4号線経由栃木、県道305号、豊原大島線で約30分。ETC 搭載なら、東北道下りナス高原サービスエリア、スマート IC から約20分。また、ボル系のハイウェイ及び、ナス高止有料道路の無料化に伴い、 那須湯本の温泉街からのアクセスも向上した。ふもとが降雪地域ではないため、ノーマルタイヤでスキー場まで行こうとして、渋滞、事故を引き起こすことがある。栃木県道305号をもなす動物王国付近からは、凍結路面となっている場合があるので、スタッドレスタイヤや滑り止めの装着が推奨される。公共交通機関を利用する場合は、 東北本線黒磯駅、白川駅発着の無料送迎バスと、東北新幹線那須塩原駅及び那須、ガーデンアウトレット発着の有料送迎バスがある。詳細は公式サイトのアクセスガイドを参照。ありがとうございます。